皆さんこんにちは、スタントライダーの岡です。 DIY のガレージ作りも一通り落ち着き、先日機械屋で購入した作業台を設置しました。そして今回は工具キャビネットを導入していきます。工具もしっかりぴったり収納できて、マジで整備がはかどりそうです。作業台に合わせて黒をチョイス、コーディネートもバッチリ。それでは暇つぶしにご覧ください。岡チャンネル、皆さんこんにちは、スタントライダーの岡です。今日もですね、この岡チャンネルガレージ関係の動画になります。実はですね、先日とても大きな買い物をしてしまいました。物もね、非常に大きいんですけれども、工具用の、収納用のキャビネットを買いましたね。今、メインで使っている工具箱はこの KTC のツールセットなんですけども、この下がですね、今、キャンプ用の折りたたみの簡易的なテーブルになってるんですよね。はい。で、ここの下にですね、ちゃんとしたキャビネットを置きたいなというふうに思っておりまして、で、ずっとねインターネットで調べたりとか、あとはそのアストロさんに行ってこう実際その商品を見てみたりとかしたんですけども、そうこうしているうちにですね、何回かこうアストロプロダクツさんに足を運んでいたらですね、もうどうしても欲しいかっこいいものがありまして、ただですね、普通のものに比べると非常に値段が高いです。多分ね、2万円ぐらいは、高い、2万3万ぐらいかな、高くなるやつだったんですけども、非常にねかっこいいんです。で、いろいろ考えて、ここにねもしキャビネットを買って入れると多分一生それを使うことになるんですよ。はい。なので、やっぱりそのずっと使い続けるものだから、自分が欲しいもの、かっこいいもの、そういったものを、ちょっと、値段は張るけれども、それね、買おうというふうに決めました。はい。ということで、これからですね、ここの下のキャビネットをアストロプロダクツさんに取りに行ってきたいと思います。それでは行ってきます。岡チャンネル、はい。ということで、アストロプロダクツさんに行って、キャビネットをね持ってきたんですけれども、問題があります。車に積み込むときは、成人男性2人で持ち上げて乗せたんですけども、ここから僕の岡チャンネルガレージまでどうやって持っていきましょうというね状態です。で、キャスターが本来はついてるんですけども、そのキャスターがまだついてない状態なので、車の中でキャスターを取り付けて、そのまま転がしながらウッドデッキの上にキャビネットを乗せて、そこからそのまま、オガチャンネルガレージに入れていこうと、そういう作戦で搬入していきます。
これです。めちゃくちゃかっこよくないですか、ね、無事に部屋を取り付けられましたということで、ちゃっちゃと家の中に入れていきたいと思います。めちゃくちゃかっこいい。ということでね、工具のあった場所に置いてみました。どうでしょう、めちゃくちゃかっこよくないですか。こちら作業台、機械屋さんでね、通販で買った、まあ、3万ちょっとぐらいの立派な作業台なんですけど、これが黒だからこっちのキャビネットも黒にしたいなと思ってたんですよ。で、まあ、アストロの、まあ、黒いのが7段のやつがあって、まあ、現物見たいなっていうのでアストロのお店行ったらこれがあって、黒と黒、しかもこれめちゃくちゃかっこいいじゃないですか、ね、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、こう赤が入ってて、でこれ並べたら絶対かっこいいと思って、まあ、これにしたんですよ。想像以上ですね、僕が思っていたよりかなり素敵な感じに、仕上がってると思います。めちゃくちゃこれは嬉しいですね。やっぱりこうやってなんか自分の欲しいもの、妥協しないでやっぱり選んでいくのってすごいなんか買い物する上で大切ですよね、うん、特にこういう一生買い替えられないものっていうのはやっぱりそのちょっとまあ2万円3万円高くてもいいもの買っておくとずっとねここで素晴らしい素敵なガレージライフが、ね、続けられるわけじゃないですかね。はい、ということでちょっとまだ中身とか全然見てないんですけど、中身の方も紹介していこうと思います、はい、で、この工具箱、本来はねこの上に置こうかなと思っていたんですけど、実はですねこれ天板が、ないんですよ、まあ、トレイがあるんですけど、で、まあ、こっちの中の工具をこっちに移して使う運用もありだなと思って、であとはこの天板、あまり僕このトレーって使うことないのかなとちょっと思ってて、だからこのトレーの上に天板を、まあ、こういうね、木の天板を、うまく形合わせてカットして天板作って、その上にこの工具箱を置くのもありかなと思って、ちょっとね、その辺の運用を今後考えていきたいと思います。はい、じゃあせっかくなんで、この、キャビネットどんな感じなのかちょっと紹介していこうと思います。おかチャンネル、はい、そしたら、今回僕がね、買ったこの7段のアストロプロダクツさんのキャビネットを紹介していきたいと思います。はい、でまず天板はこんな感じでプラスチックでできておりますね、ここに、広いエリアがあって、まあ分解したパーツとかね、ここでばらせるような感じになっています。はい、であとはね、小さい、くぼみがいくつかあって、ここなんかはね、まあ、ケミカル類なんかさせそうな感じになっております、ね、であとプラスチックのトレーなんで汚れがね下に染み込んでいくことはないかなと、はい、で次にね引き出しです。で引き出しねすごい素敵なんですけども、ね、ここまずこの赤い
アルマイトがマジでかっこいいですよね。でちょっとね、見づらいんですが、見えないんですが、引き出しは下にレバーがついてて、このレバーを握ることによって、引き出しがね引き出せるようになります。こういう感じでレバーを握ると、ね、引き出しがフリーになって出てくるというね感じです。で、上段の方は、よくね工具とか入れられそうな、浅いタイプの引き出しが、こう4段ありますね、はい、4段あります。で4段あって、あ、5段あるのか。で、6段目7段目がかなりね深い引き出しになります。なんか例えばその電動ドリルとか電動工具だったりとか、かさばるね、工具なんか入れられる感じになっています。だからこっちの薄い方は一般的なね、ラチェットとかスパナとか、ソケットとかそういったものを上に入れて、大きめの工具を下に入れられるという感じになってます。はい。でこれねまだね開けてないんですけど、せっかくだから開けちゃいましょうか。これでこのフック、何に使うのかっていう話なんですけれども、実はですねこのフックここに使います。ここにまだねドアノブがあるんですけども、こう押すとカチャンっていって、これを回すとこれがですね開きます。じゃん、はい。で、ここが、トレイになってますね、はい。でここなんかはちなみにパーツクリーナーとかね、こうやってしっかりね収まります、はい。で、下にも、パーツクリーナーはちょっと入らない高さなんですけども、パーツクリーナーなんかより、短い缶ケミカルなんかをここにね入れられると思います。でこいつなんですけども、実はこっちの右側の扉にですねこうやってかけられるんですよ。じゃんね。こうすることによって、いろんなね工具だったりとか、引っ掛けて収納するものだったりとか、ここにね、収納ができるわけですね。缶入れちゃうとちょっとこうぶつかっちゃったりとかすると思うので、その辺のねマネージメントは皆さんにやってもらうっていうね感じだと思います。でこのフックが合計で、今ついてるから合計6個ついてますね、はい。ね、こんな感じのねキャビネットです。正直ね、この物を収納するだけだったらもうちょっと2万円ぐらい安いやつで7段っていうのは全然あるんですけれども、とにかくこの引き出しのアルマイト感がめちゃくちゃかっこいいなっていうのと、やっぱこのアストロプロダクツってね、ここにこうやって入ってるのがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。でさらにねもう一個ねギミックがあるんですよ。ちょっと紹介していきましょう。でギミックなんですけれども、ここのね、サイドの、扉を開けます。サイドの扉開けるとここにコードがあるんですよ。でコードがあって、ここになんか引っかかってるんですけど、ここに箱があります、はい。ここをマイナスドライバーで開けていきますね。ちょっと片手でやってるんで作業がすごい難しいんですけど、でここにですね電池が入りますね。単三電池が4本です、はい。でこれをなんか閉じると、ちょっと片手でやるの難しすぎな、はい、止まりました。でこれをですね、ここの電池ホルダーにはめていきますとね。ちょっとこのコードがいるのが、そんな気にならないかな、うん。でじゃん、閉めるとここにですねスイッチいます。このスイッチを入れます。ドン、つきません。マジでどうなった。はい。で、こう閉じるとここにですねスイッチがございます。でこのスイッチをオンにすると、じゃん、見てください、赤く光るんです。これめっちゃ素敵じゃないですか。こんな感じです。めちゃくちゃかっこよくないですか。で、このねライトに
やられてしまいまして、結局、他のキャビネットよりも高いんですけども、これにしました。というのも今こうやって頑張って、オガチャンネルガレージということで、スタジオ兼ガレージ、作っています。でやっぱりそのスタジオというところを考えると、一個一個ねかっこいいものをこう選んでいきたいな、いいものを選んでいきたいなっていうのが、あったんですよ、であとは一生使うんだったらやっぱり、自分が使いたいものを選びたいなということで、ちょっと今回ですね奮発してこの、アストロの7段キャビネットを買ってしまいました、もうめちゃくちゃ嬉しいです。今までこんな贅沢したことないので、本当嬉しいですね。正直ね、コンペティション戦ってた時代っていうのはもう本当にこう資金なんで生活が本当に厳しかったんですよ、なのでこんなね素敵な工具箱で整備できるのは贅沢なんですよね、僕からしたらね、初めての贅沢かもしれません、ということで、せっかくなので、まだね確定じゃないんですけど、こっちの KTC の中のツール類をですね、こっちのアストロのキャビネットにちょっと、入れてみたいと思います。どんな風になるかね。で実際使い勝手がいいんだったらもうこっちだけの運用にするのもありかなと思うので、ちょっとね検討していきたいと思います。オガチャンネル。横幅ぴったりだし、横幅ぴったりだ。これありじゃん。これぴったりなんだけど。めっちゃいいんだけど、しかも奥がなんか置けるし、ありだな、ぴったりだな。ちょっと下も入れていこうとしたら、このまま間違いなくぴったりだね。一番上よりちょっと短いんだね、下のやつね。ちょ待って、これさ、もしかしたらこれ1枚でいけんじゃね。お、見て、これはいい感じ、これはいいかもね。収まりがいいもんね。これはどっちかこっちかな。スカナとコンビネーションレンチ、スカナとがいい。あ、いいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん。いいねこれね。ハンマーとか自分で買い出したソケットで、ディープソケット。327ピック、あとはヘックスがでかい、もうソケット類はこっちまとめる、あとはネジロック材、あ、こんななんだ。どうだろうこれ、どうでしょうこの運用。こっちの工具箱に入れてた工具は結局一番上の引き出し2つに全部入っちゃいました、だからこれちょっと大きいけど、このままこう移動できるっていうのは便利だし、例えばここはね基本ツールセットがこう上段2段で、3段目はタイヤ交換用のセットとか、なんかそういう風にその時使う、工具を、引き出しで分けて入れとくの便利ですよね、結構ねタイヤ交換とかめちゃくちゃ多いから、タイヤ交換用のもう工具だけ、タイヤレバーとかそういうタイヤ交換の時だけ使う工具をここにセットで揃えとく。でストリートトリプルだと、リアのアクセルよく使う、でっかいこういう
あのソケットなんかももうそっちにこのタイヤ交換用入れとくみたいな風な運用にしたいですよね。うん、であと、最近、もちろんそのバイクをいじる工具とかまあ多いんですけど、電動工具、あと DIY 工具、そういうのもすごい増えちゃって、まあ、そういうのを大きいものをこうね下に入れていきたいなというふうにね今ね思ってます。はいね、いやこれはねちょっと夢広がるな。夢広がるよ。だってこれみんな見ててちょっといいなっていう感じしません？僕めちゃくちゃ上がってますけど、うん、これはいいよ間違いなく、うん、いやこれはちょっと贅沢しちゃったけどいい買い物したなという感じが、ね、します。嬉しいですめちゃくちゃ。はい、ということで、今後ですねこのアストロの7段のキャビネットを、まあ、使い倒して頑張ってね、整備を、していこうと思います。はい、ということで、今回はアストロプロダクツの、7段キャビネットの紹介でした。またね。